はい、こんばんは、アキラです。メギウスさん、育成がレベル110を超えることはできませんでした。で、まあ、スキルこそ96、潜在覚醒3段階、能力解放完了しているという状態です。で、ちょっと使用感やっていきましょう。で、スキルは後ほど一覧表示するとしまして、装備、こんな感じになってます。で、とりあえず、パーティーですね。光属性のキャラを揃えてる方がね、カリスマの性能伸びますんで、ほんま3体ね、光属性連れていこうがいいんだけども、とりあえず手持ちのキャラクターで、ミコティリアと、ティンキリ連れていきます。まあこの2体やったらね、メギウスの活躍というかメギウスの火力以外の火力で攻撃当たることはあまりないので、この2人は連れていこうと思います。でアークはせっかくなんで3個ずつ持っていこうと思います。ではいきます。あ、リゴラの、ハードです。本編を今朝とりあえず終わりましてですね、今回の追加ストーリー部、今回もすっごい良かったからね、ネタバレになるから詳しくは言わないけど、ほんとローランドがかっこよかった。で、まあ、それが終わったんで、そのハードの方ちょっとやっていこうと思います。あ、オートなってるわ。じゃあとりあえずカリスマ使ってくれるんでそのままいきましょう。はい、敵は光属性耐性あるやつだね。でも、はい、まあもう9万とか11万とか出てたね。ね。で、まあ、11万出たのが、あれだね。極一点新人が発動してるときね。こいつらはもう光属性耐性はあるやつやけども。はい。まあ、普通で98,590いくらっていうのが、98,532。これが今の、カンストだね。カンスト。白ダメで出てましたね。なので、もう、特技1が便利よね。ストック5つもあるからね。これで飛び込んでくれたらもう、いけるし、見てもらうとわかるんですけど、道中の敵も押し込むんですよ。どういうことかというと、この、こっから、この、左奥の、左奥、うん、下奥だね。下奥の、下段奥の BX スパイダーに向かって、特技1を打つと、はい。手前にいたやつも当てて、かつ押し込んでます。後ろに下げてますよね。なので、これが結構便利なの。で、今、もうこの上の2人しかいないんで、ここで当たってますかね？この、ね、今、ターゲットにしたやつ以外のと、の前にいたやつ、前にいた方の DXR にも当たってました。なので、結構範囲広いんですよ。じゃあ、また真ん中のやつに向かって、いきます。はい、これで真ん中のやつだけ当たったね。これは他当たってないね。真ん中のやつだけ当たってる状態で、 HP が高いから減ってない感じするけども、しっかり減ってますね。98,530当たってますね。はい、視線、まあ、特技1だけ打ってたら終わるわな。特技1だけ打ってます、ね、まあまあ硬い相手なんだけどね、これね。でかつ今だ潜在覚醒3段階ですからね、これね。まだまだこの人強くなります、こっから。で今日もですね、ギルドバトルにもですね採用したんだけども、攻撃厳正でね。でもめちゃくちゃ活躍してくれました、ほんま。めちゃくちゃ強いですね。もうカリスマもアニマも強力ですからね。そういう意味でも、うん、パーティーに、やっぱ4人パーティー組めるときはね、やっぱりつけたいですね。では、もう一回行きましょう。で、この使用感ね、本当はね、今朝撮ったんよ。この4月14日金曜日の朝撮ったんだけど、ね、ちょっとなんかですね、カメラの調子が悪くてですね、収録がうまくいかなかったので、再度今日の夜撮ってます。では、行きましょう。このじゃあ、ちょうどいいですね、奥の BX スパイダーに対して、特技1。はい。ね、今、ね、手前にいたやつも押し込みながら、もう仕留めましたね。終わってました。これがもう何気に本当、便利がいいし、ね、今はほら、ね、上の列のやつにも当たってましたよ。し、かつ、後ろに押し込んでいく、ノックバックをしてくれる。巻き込んでノックバックしてくれるっていうのが、特技1でこのストック5個あるやつでできるっていうのは結構でっかいと思います。AR ガード。
に行きましたね。で今も手前のやつと込みで倒しました。でまた上に行きますね。範囲がその思ってる以上に広い。特技1が、では次特技2だけ使いますね。特技2を使ってこの真ん中の AR ガードダブル X に赤いやつね、赤いやつに打ちます。烈風陣ちょっと軸合わせしましたね。ちょっと動きましたね。ちょっと前合わせに行きました。じゃあこの上の AR ガードに烈風陣ね、今もだから歩いていきましたね。軸合わせはここは必要になってきます。じゃ あ最後特技さん使っちゃった。次特技さんだけ使ってきますね。なのでまあ倍率で言うとね、多分2とか3の方が全然いいと思うんだけど、使い勝手は多分ね1が一番良さな気がする。次真ん中の BX スパイダーに特技さん使います。特技さん、はい、今もうこれほらね、一番上にいたこいつだけが、多分ねこいつの反応が遅かって真ん中に集まってこなかったから当たらなかったんだと思うけど、他のやつら全部巻き込んでもう倒しました。ラックスで撃ちます。で斜めでも飛び込んでってくれます。ただし、ある程度の距離が必要になります。だから軸合わせというよりかは距離合わせだね、間合い合わせがあります。はい、ではボス戦いきます。じゃあ真ん中の大きい、あ、じゃあ一番上のやつに行きましょうか。一番上のグランドアルフェスナイパーに対して特技さんを撃ちます。はい、まっすぐ上まで上がっていって今行きましたけども、これは最短の距離を詰めていったからこうなっただけであって、斜めでも飛び込んではくれます。で今度一番下の AR ガード S に対して特技さん、あ、今、ね、特技発動前の歩きモーションの時、この時は攻撃を食らってひるみます。特技が発動後に関してはひるまないんでね、いいんだけども、はい、もう完全後ろに押し込みましたね全員を。で最後残ってるの特技、まあこの通りです。本当に今カリスマ使わなかったね、カリスマ使わなかったからちょっと火力伸びがあれやったけども、まあ楽しいというかめちゃくちゃ強いね。この一体いるだけで全然世界が変わると思うし、まあミコティリアとかね、ティンキリじゃなくても例えば剣士カエルとかと普通にのティリア、謎の少女ティリアを連れてるだけでもね、メギウスのカリスマの性能変わってきますんです、まあ、という感じで、まあ、普通の例えば本編のボス戦ってさ、光属性が不利になることってまあそんなにないんよ。ないことはないけどね、あることはあるけれども、ほとんどが光属性のキャラが強かったら、あ、ボスとかは結構有利に倒しやすくはなってるんで、なので、まあ、この4周年から始めた人とかで、まあ、メギウス、まあ、リセマラに入手したら、まあ、一気に話してとかはですね、進め安くなってるかと思います。弱点らしい弱点でないなと今のところ思ってますし、一つ言うと、服装備よりも鎧装備の方がいい気はしています。カウンターとかが発動してくれるとね、鉄壁カウンターで攻撃とかね、ダメージ食らうことってのはねそんなにないんだけども、なんとなくだけども僕服装備で今特技をダメージを上げれるように服ブーストとかつけてる方向にはしてはいるけれども、鎧装備で鎧ブースト、鎧ハイブーストで騎士の心得とかをつけた方が多分安定しそうな気はしています。思ったよりもそのこう食らうと弱いところは弱いかなとは思うんで、なので育成テンプレの時ではそこまでは組むかどうか分かんないけれども、多分その皆さんのその使い勝手というか使いようによって火力を伸ばすんやったら多分服装備で服ブースト、ファイブーストとか剣士の心得っていう流れになると思うんだけど、防御面とかもう少ししっかりさせたいって言ったら鎧装備させて鎧ブースト、鎧ハイブーストでもいいっていうその選択肢を残してくれてるんですよね。もともと自前スキルで鎧ブーストとか騎士の心得とかはなかったんで、防御 HP プラスっていうのは服でも鎧でも、まあ、もちろんローブでも発動してくれるもんなんで、その辺の選択肢は残してくれてるなという感じはしました。まあ、とりあえず本当に強いキャラクターです。もう好き並みな言い方なんですけれども、で育成テンプレ仮の時にも少し話しましたが、本当に従来からあるユニット、今までのユニットの延長線上にある
強さっていうのを持ったユニットだなというふうに、個人的には思っていますし、コメント欄でもいただいたんですけども、その今いるユニットの延長線上にある強さっていうところは、その本当カエルのお父さんというか、カエルがこれから剣士カエルの方ね、覚醒した騎士をカエルというよりかは剣士カエルがこう成長していって強くなるという姿に、その先にあるのがこのメギウスだっていうところが、なんかなかなかこう合点がいくような、あ、仕組みになってる、そういう仕様になってるっていうのが、なかなか胸厚なところあるなというふうにも思いました。っていうような感じで、とりあえずの、ザクッとした使用感だったんですけども、何かしら参考になりましたら高評価お願いします。でまた週明けにもですね、動画の更新またしようと思いますので、ストックガチャもね突破したいし、あと今回のねストーリーの感想とかもね喋りたいなと思いますんで、よかったらそちらの動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。